ココンモンスト物語第7話毘沙門天昔のモンスト。やっぱり毘沙門天といえば貫通のキャラの動きを制限する価値と反射のキャラの動きを制限するプニをいかにうまく処理できるかにかかってるよね。そのため反射のキャラと貫通のキャラを交互に入れると攻略しやすい。あとはこのヒーリングウォール、ハートなしのクエストだから触れると回復することのできるこの壁をうまく使って攻略していきたいね。今のモンスト、これが超次元ストライクなのか。あからさまに同じキャラ4体が画面に焼かれながらも次々と全員に当たる衝撃波がなぎ倒していく。てかカチとプニってなんだっけ。昔のモンスト。ボスの毘沙門天は特に火力が高い。めちゃくちゃ太い反射レーザーに移動や爆発、そのため回復をおろすかにするとすぐやられてしまう。回復するターンと攻撃するターンを分けて的確な戦略で突破したいね。あとこのクエストでは本当にクシナダが強い。引っ張って火力の出せるプラズマ、そして両方の撃手で制限雑魚も処理できて、さらにボスにもダメージの与えられる大号令はめちゃくちゃ強いよね。今のモンスト。天敵録音おじちゃんの暴走はとどまることを知らなかった。あれだけ大切に使ってきたヒーリングウォールですらほとんど出させぬ猛攻でステージを進めていく。てか5年経ったけどお前まだ現役なの。